ホームレス7人で女子中学生を撲殺。あなたはこの事件の裏に潜む本当の悪意に気づけますか？2007年5月14日、韓国京畿道スウォン市。早朝、スウォン高校は何台もの警察車両に囲まれ、諸々しい空気に包まれていました。高校の敷地内で現場検証を進めていた警察。花壇のそばで倒れていたのは、ボロボロの衣服を身にまとった少女の遺体でした。集団リンチか。少女の腕や足にはいくつものあざが残っており、彼女は複数人によって撲殺されたように見えました。犯人は現場となったスウォン高校の関係者とも推測されましたが、スウォン高校は男子校のため少女とは何の関係もありません。さらに現場に残された指紋を照合しても学校関係者の中に一致する人物は見当たらず。それもそのはず、犯人は学校関係者に罪をなすりつけようとした外部の人間でした。その正体は町のホームレス集団だったんです。ホームレス集団に撲殺された一人の少女。少女とホームレスたちの間に一体何があったのか。多くの非難が殺到したこの事件の裏には、社会的弱者に対する偏見がうごめいていたんです。おさすけんちゃんです。やみやみこです。いやね、やみこさん、最近ねバーベキュー会をね家に開いたんですけど、はい、エモい、エモい、何が？第二グループの岩田くんとかさ、遊び来てくれてさ、もうよく登場する仲いい友達。そうそう、あの YouTuber、うん、で西尾くんとかも第二グループの子なんですけど、僕のね大学のサークルの後輩だったんですよ。はいはいはい。あとは昔ねうちの会社でインターンしてたね、インターン生の子とかも来てくれて、みんなね、まあ、夏までくれて嬉しいなと思ったら、もう食べれなかった俺。泣いちゃって泣いちゃって、あんた主催者なのに。そうよね、エモいわよね。だって大学時代からの知り合いだったりとか、まあまあ大学時代からではないんですけど、すいません、まあ、ただね思うんだけど、こうやってね幸せな日々を過ごすとですよ、はい、日って早いなって思う。なんかいい日って早いやん。でもいいことなんじゃない、そうやって日々死を意識して、死を意識するからこそ命が輝くわけでしょ。まあそうね、終わりがあるから今を大事にしようと思えるんだろうね。うん、はい。本日皆様にご紹介するのは、韓国で起こったスウォンホームレス少女殺人事件についてなんです。中学生の少女が集団に撲殺されてしまったという非常に胸クソの悪い事件なんです。なんでそんな少女をさ集団で暴力を使ってひどいことができるわけ？ホームレス少女殺人事件っていう名前ってことはホームレスが関係してるんでしょ？そうなんです、うん、この事件で捜査線上に上がったのは7人のホームレスでした、一体少女とホームレスたちにどんなつながりがあったんでしょうか。撲殺された少女。2007年5月14日、韓国京畿道スウォン市。早朝5時半、スウォン高校は警察関係者で溢れ返っていました。身元を示すものは何もなさそうだな。その日、高校の敷地内で発見されたのは、10代半ばとみられる少女の遺体。ボロボロの服を身にまとったその少女の腕や足には、無数のあざが残されており、複数人に撲殺されたものと考えられました。現場のスウォン高校は男子校で、少女とは何の関係もありません。学校関係者の犯行とも考えられましたが、現場の指紋と一致する人物は見つからず、捜査は困難を極めるかに思われたんです。ただ警察は少ない手がかりの中からすぐに犯人の目星をつけました。この子はホームレスだったんじゃないか。警察がそう考えたのは、少女が身元不明の上ボロボロの衣服をまとっていたため、彼女のその装いは一般家庭で生活しているようには見えなかったんです。そこから警察はスウォン駅周辺に住み着いているホームレスに聞き込みを開始すると、すぐに次のような証言を得られたんです。遺体が見つかった日の2日前だったかな、女の子が殴られてるのを見たんだ。名指しされた人物はスウォン駅周辺で暮らしていた20代のホームレス、ソンとナの2人。警察は彼らを即座に見つけ出し逮捕しました。ホームレスが関係してんじゃないかって推察した警察もすごくない、だって10代の女の子でホームレスってあんま日本じゃ聞かなくない？あんま見たことないというか、うん、まあ、ただそれぐらいね、韓国っていうのは日本と比較してもホームレスの比率が非常に多く、社会問題になっていることなんです。なのでね、10代のホームレスも珍しくなかったんだと思います、というわけで本日のメトロキーワード、韓国のホームレスについて。2016年に韓国の保健福祉部が行った実態調査によると、韓国国内のホームレスは約17,500人、日本のホームレスは約3,000人。韓国の人口が日本の半分以下だと考えると、いかにその割合が多いかが分かります。また韓国では日本以上に少子高齢化が進んでいる関係から、若年層のホームレスも増加傾向にあります。2011年の調査ではホームレスシェルター利用者の 25% が29歳以下だという報告も。原因
因はほとんどが失業や就職難によるもので、支援制度の改善が急がれているんです。10代半ばの少女が無残にも撲殺された今回の事件。逮捕されたホームレス、ソンとナは当初一貫して無罪を主張していました。確かに事件前にトラブルを起こして人を殴ったのは認めます。ただ、殴ったのは別の人で、殺された少女のことは知りません。少女が遺棄された時間は、ネカフェでオンラインゲームをしていました。アリバイもあります。いくら尋問を受け続けても、そうやって言い分を崩そうとしない二人。しかし、いくらアリバイを証明しようと、警察が容疑を取り下げることはありません。なぜなら、ソンとナの二人には、少女を殺害する動機があったんです。今回の事件の発端は、ホームレス生活に困った少女が、ホームレスたちをまとめていたリーダーからお金を盗んだため、少女のその行動に腹を立てたソンとナが居場所を突き止め、落とし前をつけさせた。それが事件の真相だと調べがついていたんです。警察は少女の窃盗の件を持ち出し、二人を追及。すると、あるタイミングで二人の犯人のうちのナが観念したようにこう言ったんです。あの女の子を殺したのは、私です。ナが犯行を自白すると、共犯のソンももはや逃げ切れないと思ったのか、続けて自白。その後彼らは少女を遺棄した場所などを正確に警察に話したことが調書から明らかに。犯人しか知り得ない情報を知っていた2人の犯行は疑いようもありませんでした。結局ソンは主犯格として懲役5年の実刑。最初に自白をしたナは共犯として200万ウォン、日本円で約25万円の罰金刑が言い渡されました。自白したのはいいんだけどさ、殺人を犯したのに刑が軽すぎんじゃないの。あまりにもこの裁判の経緯っていうのは分からないんですけれども、犯人2人がね、知的障害者だったことや、物的証拠がなく状況証拠だけだったっていうのも関係しているのかもしれないんです。ソンとナは自白と同時に仲間の存在にも言及。警察は彼ら2人の他にも5人のホームレスを特定し逮捕に至ります。多くがまだ10代の若さのこの5人も当初は犯行を強く否認。しかし取り調べが進むにつれ観念したのか、最終的には全員が自白するんです。こうして亡くなった少女は7人ものホームレスによって集団リンチに遭っていたという残虐極まりない事実が浮き彫りに。事件の全貌に韓国国民は大きな衝撃を受け、犯人のホームレスたちには多数の非難が寄せられたんです。一方、犯人の全員が逮捕され解決したかに思えるこの事件の裏にはまだとんでもない悪意が潜んでいたんです。何とんでもない悪意、後ろに黒幕でもいたとかってことなの？まあ、ある意味ではね、そうかもしれないですね。この事件はまだ全く解決したとは言えない状態だったんです。許されぬ過ち。2008年4月、スウォン地裁でソンやナよりも後に逮捕された5人のホームレスの一審が改定。法廷には主犯格としてすでに有罪判決を受けているソンの姿も。5人が共犯であると供述していたソンは、彼らの犯行を裏付ける証人として出廷を求められたんです。そして証言台に立ったソンは確かに言いました。彼ら5人は、誰も殺してなどいません。いや、彼らだけではない。今回の事件に関して私自身も全くの無罪です。突如取り調べの際と言い分を一変させたソン。法廷に居合わせた関係者は一同騒然としました。証人は自身が罪を免れるため虚偽の発言をしています。検察は慌てて裁判官にそう訴えますが、その後行われた第2審ではソンと同じくすでに有罪判決となっているナまでもが無罪を主張。一度犯行を認め有罪となった殺人犯が2人揃って急に無罪を主張し始めるという異例の事態が起こってしまっていたんです。いや、もう仲間を守るためっていうなら理屈はわかるんだけどさ、なんで今更判決出てんのに自分の罪状まで5年始めるわけ。彼らのね、言い分ってのは実はね、正しかったんですよ。ソンとナによる無罪の主張は裁判の流れを大きく変えることに。そして2人の主張をもとに事件が再調査されると複数の矛盾点が発覚するんです。まず犯行現場周辺には数十台の防犯カメラが設置されており、ソンやナの取り調べの段階でもそれらはくまなくチェックされているはずでした。しかしその数十台のカメラに犯人とされている7人は一度も映っていなかったんです。さらに後から逮捕された5人はそれぞれ警察の取り調べで確かに罪を自白していましたが、調書には明らかにおかしな部分がありました。5人の関係性を問われた際、ある者は初めて会ったと言ったかと思えば、ある者はいつもつるんでいたと発言。遺体が遺棄されていた学校への侵入経路も5人それぞれがバラバラの説明をしていたんです。また5人は全員大きな建物の前の花壇の横に遺体を遺棄したと供述したとされていましたが、実はこの供述は自発的なものではありません。警察は5人の容疑者に対し、大きな建物を覚えていますか、花壇の隣に遺体を置いてたんですよね、などと誘導尋問のような方法で取り調べを行っていました。5人は警察に威圧され、渋々その質問にうなずいていただけだというんです。これらの事実を踏まえ2010年7月、最高裁は起訴されていた5人に対し全員無罪判決を下しました。
なんかもう話が最初と変わりすぎて意味わかんなくなってくるんだけど、うん、そういえばさ、孫と名もさ、状況証拠だけで有罪にでっち上げられたって言ってたじゃない。それって警察が捏造してたとかって話なんじゃないの？まあ、そうなんですよ。あの孫と名の自白に関してもですね、警察に強要されたものだったんです。弁護士が二人と話を進めるうちに、警察には悪意しかなかったことがだんだん浮き彫りになっていくんです。歪んだ正義。殺された女の子には一切見覚えがありません。2007年5月、事件発生直後の取り調べで警察に被害者の写真を見せられた名は、そう言って何度も首を振った。嘘をつくな、お前が殺したのは分かっている。警察が激しい剣幕で怒鳴りつけたのは、名と共犯の孫が事件の2日前に女性に暴行を加えているのを見たという目撃証言があったため。確かに名と孫は事件の2日前にスウォン駅でホームレスをしていた女性とトラブルになり、相手を殴っていた。しかし女性が死んでなどいなければ、2人はそれ以来彼女に会ってもいない。ましてや女性は20代で、亡くなった10代の少女とは全くの別人。いくら説明しても納得しない警察を前に、名は事件があった日のアリバイを主張する。事件があったのは夜ですよね。その時間はネカフェでオンラインゲームをしていました。私の携帯から恋人に聞けば証明してくれます。真剣な眼差しで警察に携帯を差し出した名。すると警察は名を睨みつけるような目をして、彼の携帯のバッテリーを外した。まるでお前のアリバイなど聞いていないとでも言うかのような警察の態度に、名は思わず背筋を凍らせる。警察は名を見下すようにしながら言った。お前は家族とも疎遠だし、捨てるものなんて何もないだろう。素直に罪を認めれば釈放してもいいんだよ。私は君を助けたいんだ。知的障害を抱える名はこの時の警察の言葉をよく理解できていなかった。彼はその言葉の裏を読むようなことはせず、釈放、助けたいという部分だけを信じた。このまま無罪を主張しても何も状況は変わらない。名は覚悟を決め、静かにこう言った。あの女の子を殺したのは私です。何よこれ、もう捜査でも何でもないじゃないのよ。この釈放って言葉をちらつかせて、社会的立場が弱いからって何でもしていいと思ってんじゃないわよ警察。まあ、警察はね、殺害された少女のことをホームレスだと勘違いしていて、まあ、犯人もねホームレスだっていう思い込みがあったんです。でもね、思い込みだったと言われても、取り調べにね悪意がなかったなんていうのは筋が通らないんです。後の調査により、被害者はホームレスではなく家出中の15歳の少女だったことが分かりました。ホームレスをまとめていたリーダーからお金を盗んだ疑惑があったのは、実際に孫と名が揉めていた20代のホームレスの女性。少女はお金を盗んでもいなければホームレスとは何の関わりもなかったんです。後から無関係の5人が起訴されたのも、警察が少女の状態から2人以上犯人がいると踏んでのことだったのでしょう。結局起訴されたホームレスは誰一人少女の殺害とは関係はありませんでした。警察や検察はホームレスの犯行という思い込みにこだわるあまり、冤罪を生んだばかりか、ついには真犯人を完全に取り逃がしてしまったんです。その後、孫と名の弁護士は再審を請求し、孫は2012年、名はその翌年にそれぞれ無罪判決が確定しました。しかしこの時にはすでに事件から5年以上が経過。孫と名は全く身に覚えのない罪で20代の貴重な5年間を失ってしまったんです。またこの事件が彼らから奪ったものは時間だけではありません。ホームレスなんて野良猫みたいなもんだろ。野蛮に決まってるよ。取り調べで警察にそう罵られ、今でもその言葉が頭にフラッシュバックし続けていると語るのは、起訴されたうちの一人、ハンという女性。彼女はホームレスとなってから受けてきた他人からの心ない扱いと、警察に浴びせられたその罵声で自尊心をどん底まで突き落とされていました。もし自分がこの事件を傍観している立場なら、私たちのようなホームレスが無罪とは信じないと思う。そして無罪になったとはいえ、事件が一度注目された以上、彼女を見る世間の目にバイアスがかかってしまうことは否めません。犯人は調理師の夢がありますが、自分の過去を知る人がどう思うかと考え、新しい一歩を踏み出せずにいると彼女は語っているんです。2014年、被害者にはそれぞれ国からの賠償金が支払われることになりましたが、偏見だけで疑われた彼らの傷はお金で解決できるものではないでしょう。容疑をかけられていた孫にカウンセリングを行った社会福祉専門家は、ホームレスたちがやってもいない罪を認めてしまった原因をこう語っているんです。真実かどうかは別として、わずかな圧力でも従ってしまうのは、厳しい路上生活に疲れたホームレスによく見られる適用方法です。警察も社会的に弱い立場にある彼らに圧力をかければ従わざるを得ないことをよく理解していたはず。真実を見極めることを怠り、楽な結論に逃げてしまう人間の心理こそがそこに現れているように思います。人間は決して見た目やその人が属しているコミュニティだけで判断できるようなものではありません。あなたも今回の警察や検察と同じように、偏見でどうせろくでもない奴らと決めつけてしまったことはありませんか？おそすけちゃんです。やみやみかて
というわけで皆さんに今日はねちょっとお知らせなんですけれども、はい、アルゴメトリーのねシワイチャンネルのミッドナイトムーンというチャンネルね、主人公のケン、うん、いるんですけど、うんうんうん、主人公のケンのね2代目のナレーターさんをね募集しようと思ってます。はい、というわけでね、まあね、あの初代のね方もねすごくねここまでね頑張ってきていただいてたんですけれども、ちょっと残念ながらちょっと体調の件がありまして継続するのがね難しいっていうのがいろいろ話し合った結果ね、そういう結論になりましたと。なのであのもちろんそれはそれでね、あのすごい素敵な声ですし皆さんもね愛してくださっていたとは思うんですけれども、ちょっとね心機一転ですね、2代目のねあの素晴らしいナレーターさんもねきっとねこの動画を見ているそこのあなたかもしれないのでね、せっかくここまでね大きくなったねミッドナイトムーンをさらに盛り上げてくれる方、お力添えいただける県のナレーターをね担当していただける方、ぜひね大募集でございます。なのでご興味ある方はね概要欄または固定コメントの応募フォームからねぜひどしどしご応募いただければと思います。というわけでね引き続きアルゴメトリーそしてミッドナイトムーンをよろしくお願いします。